どうも皆さんこんにちは。こんにちは。ときらび動画ですね。ときらび動画です。はい。で今回は2回目の10連ガチャを挑戦したい。今回はちゃんとした方を引きリベンジとしてはちゃんとした方のガチャを回すっていうところに意味があります。そうです。あの前回ですね、ないんだ今。ないんだ、前回トラップにはまりまして。ない。そう、別のね、なんかねモンスターが出る方のレア連星を引いちゃったんですよ。で、ブリちゃん今回に、さっきまで41個だったんですけど、はい、13個、はい、賢者の石を購入させていただきまして、はい、未課金させていただきました。まあね、別にブリちゃん無課金でやってるなんて何も言ってないし、むしろ全然ね、廃課金になってくるといいかなと思ってるんですけども。いや、それは廃課金はいいですけども、はい、石を追加いたしまして、もうね、このなんだっけ、エリザベートの超上級も控えてますし、はい、強いモンスターがいねえとやべえんじゃねえかっつって、てかやべえよ、てかやべえやべえ。あ、なんか今あれ出川のモノマネできそうでしたよ。あのやばいよやばいよみたいな、いけるんですか。似てた似てた。お前さお前さ、あ、出た出た、無茶ぶり大根。お前さ振られる側でならわかる、振る側やめろや。いいじゃん、私振る側なんですよ。あ、もういいや、ブリック早く引けよ。あ、出川やってくれ。自分もさ、自分もツッコミとか定義するあたりもうダメだよね、うん、なんでやねん。もうダメだよ、別にええやろ。両方やれた方がいいに決まってんじゃん。でも私両方できないです。え、じゃあツッコミできます。ツッコんでないやつ。え、ツッコまれた記憶がそんなにないぞ。ないぞ。突っ込まれた記憶があんまりないぞ。この人もうやだ。ということで、精霊王フェス10連引きますよ。狙いはシルフかサラマンダ。前の動画で俺言ったよ。帰るの前の動画で俺言ったよ、ね、言いました。これですね。出るかな。あ、で、き、あ、ね、聞いてもらう。あ、違う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 、何言いたいの。1.32% になったじゃん、 SSR。 あ、本当だ。で、SR が 8.84% 下がってね。まあ、SSR が上がったってことですね、きっと。何、ちょっと待つ。はい、これ、結構きつくね。うん、確率きつくね。だって 11% だよ。うん、で、他の、ね、あれどこ行った。なんかちょっと数字が収束しないんだが、我の中で我の中でこれしないでしょ、うん、絶対なんか残り 0. いくつかなんか足りないじゃん、数字が。え、嘘、そうですか。足んねえよ、足し算してみろ。え、9 11% ないといけないんだよ、 SSR と SR で11 UR 分かな、ねえ。ないよね。なくない。え、ない気がする。確かに、まあいいんですよ、それはね、なんかあったんでしょう。でも UR が直接出ることもあるのかな。そしたら UR っていうかな、まあいいや、引きな。これがね、な、出なかったら出るまで引きゃいいんだ。いや、それそういうわけにはいかないでしょうよ。じゃあいきますよ。10匹のレアモンスターを連成します。54個から4個に、はい、お願い。無欲の精神。こっから無欲。あー、ほら SR は出たけど何が出るか分かんない。何の SR？がね、あ、マジで俺のサラマンダーそっち行ったそうだ、コウスケ先生のサラマンダーが、え、マジで嬉しい。ブリコやったやん。あー、仕事終わった。私の仕事終わったが、お疲れ様です。で、終わり、最後これ最後じゃない。まだ。マジでブリちゃんおめでとう。本当にありがとうございます。やったじゃん。え、超嬉しい、やばい、うん、現役最強じゃん、やばいもうサラマンダー本当にありがとうございます。今日からサラマンダーブリに改名します。ブリ大根じゃない、サラマンダーサラマンダー大根、サラ大根、マン大根、サラマン大根、
はい、ということで、なんで私が乗ってきたらそんな感じになるかな、これね。はい、いい嘘、超嬉しい、やばい。でも早く進化させな、させん、うんうん、なんか今日中に進化させろよ。無理でしょ。今日爆心地ぐるぐる回して。今日中には無理じゃないかな。だってちょっと無限にランク上がるから、あれで。そうですね。20ぐらいなら。で、それで、はい、引いた。うわー、マジで？なんで私は？皆さん、ご覧になってるこちらのサラマンダーが、この大精霊の怒り。はい、非精霊ですね。はい、非精霊の怒り。このスキルが、まあ、一応現状最強と言われているスキルで。うわー、やった。私よかったじゃん、ブリコ。もう低火力って言われないぞ。あなたしか言ってないから、それ低火力ブリ大根だから。言われてないですし、低火力大根、そんなに言われて、低火力大根とか言われてないです。これでお別れできるじゃん。やった、高火力大根。もうそうでもないけど火に染めてないもん。そうだよ、ヒパがいない。だから光中心の火だから、このエンハンス要因としてサラマンダーが入ってるだけだから。やったまあ、ペガサスお疲れだよね。あで、まあ、レアも正直レアもいらないんだけど、エンハ、まあ、他いないからな。そう、これが2倍ですね。まあ、ネイティスかベガどっちかでいいかなと思うんだけど、役割かぶってるからエンハで。そうなんですよね。で、重ねがけできないので、本当に嬉しい、やばい。小助先生のサラマンダーが私に来たんだけど。そんなことはないけど。さっき言ったやんか。そんなことはない。うん、それはない。通信だ。行くわけねえじゃん。交換性とかないぞ。なんでマジレスなんですか。本当にワードロいいんですよ、夢のなんか空想の話ですよ。ほら、小助先生の好きな妄想のお話。妄想好きだけど空想あんま好きじゃない。そうなんだ。なんだろうな、一時ブリちゃんはどのパーティーやらいいかな、まあ、でも一応このジャックかな。サラマンダー売れすぎてやばい、どうしよう。だからベガ外してジャックで。あ、じゃあ違くてイライラしない、イライラしない精神かな。まあ、これでサラあそこ回すといいんじゃないかな。これでいきましょう。それね、これを育てていけばブリちゃん最強いいと思うよ。やった、ありがとうございます。これにフレンドシルフで割と本当にバランスいいと思うよ、うん、おお、ありがとうございます。なあブリちゃん、これで爆心100周ぐらいしてきて。100周、いや絶対生まれ変わったって、これで。え、私生まれ変わった。もうブリちゃんじゃない、新生。 なんですか、うん、カンブリぐらいになったって。うっそ、うん、やった。全然嬉しくないけど、うん、カンブリ大根だった。カンブリ大根なったかな、うん、そうやればさ、もうちょっと冬だから時代来てるって、うん、時代来るかな、うん、波来るかな。油乗っていくよ。どんどん油乗っていくよブリちゃん。もういいです、それ。もういいですか。ということで、ブリちゃんね、やった、見事サラマンダ。やった、ありがとうございます。本当に全ての人に感謝、他の男でもワンチャンねシルフが出てたから、もう大発狂だったけど、ね、まあまあまあ欲をね、そんなによく出したら ね10連で全部の大整理出ねえかなみたいな、ね、そんな欲張ります。もう俺欲の塊だから、ね、人間の欲は終わらないよ。どんな制限、どんな宣言なんですかそれはね。みんなも思うでしょ、うん、まあ欲はありますよ。10連で大整理3から5出たらやばい、俺のときらび始まったっつって。うわーっつってね。まあないで、なるんで、ないでしょうけどね、まあ、あるある、そのうちあるんで、はい、皆さん、これからのブリちゃんのプレイにこうご期待ということで。 ありがとうございます。ブリちゃんきっとね次はね、はい、サラマンダーレベルカンストぐらいはしてると思うんで、知れてな、うん、あと光装束とかね、うん、ということで皆さんバイバイ、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。 YouTube でご覧の方はチャンネル登録を、ニコニコマックスのライブでご視聴の方はお気に入り登録を、何卒よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。